バッテンです。高校数学良問演習第22問目をやっていきます。場合の数確率の第2問目ですね。今回も場合の数の問題です。まだ自分で答え出してない方はですね、必ずここで動画を止めていただいて自分で考えてみてから解説に進んでみてください。では解説始めていこうと思います。今回のポイントはですね、重複順列、重複組み合わせっていう場合の数のテーマになります。これがですね、どういう場合の数なのかっていうのを最初に軽く説明してからですね、問題に入っていこうと思っております。まずはですね、普通の順列組み合わせ、普通のっていうのはどういう意味かっていうのをご説明しますけれども、カードが123っていう番号が書かれたカードが3枚あったとします。ここに ABCD っていうスタンプ、4種類のスタンプですね、これを順々に押していくようなケースを考えます。でスタンプがですね、1回しか使えないとすると、この3種類のカードへのスタンプの押し方っていうのは、今までやってきた順列ですね、1つ目のカードに対して4種類で、2つ目に対して3種類で、3つ目に対して2種類なので、24通りと求めることができました。でこのカードの123っていう番号を取っ払ってですね、同じ種類のカード3枚、こちらに対して4種類のスタンプを1回しか使えないっていう条件のもとで押すっていうケースを考えると、これは4種類の中からですね、使うものを3種類選んでくれば OK ですよね。このカード自体は同じなので、どこに押すかっていうのを考えなくて済むと、こういうものを組み合わせって呼んでたんですけれども、この場合は4つから3つを選んでくればいいので、 4C3 で4通りと求めることができました。ここでの考え方で重要なのが、この押すスタンプですね、これが1回しか使えないよってことだったんですね。で今回見ていく重複順列、重複組み合わせっていうものは、スタンプを何回使っても OK になります。ですのでカード3枚、番号が123って書かれている区別できるカードに対して4種類のスタンプを何回でも使っていいから押していくっていう押し方は、重複してもいい順列なので重複順列って呼ぶんですね。でこの場合の数の考え方としては、1枚目のカード、これに対してまず4通りありますよね。ABCD 使っていいので。で、2つ目に対しても、1つ目に何を使ったかに関わらず、また4つ選択肢がありますね。ABCD どれも使うことができるので、ここも4通りになってきます。で、最後も4通りと。で、これ計算すると64通りと求められます。さっきは 4×3×2 で、スタンプが1回しか使えなかったので、最初に使ったスタンプを次に使うことができなかったんですけれども、重複順列の場合は何回使っても OK なので、全て4をかけるっていうイメージですね。組み合わせに対してもですね、つまりカードが同じ、番号がなくて見分けがつかないカードの場合に、先ほどは4種類のスタンプから使う3種類を選んだんですけれども、今回スタンプを何回使っても OK なので、例えば2枚に対して A で塗って、ラストは C で塗るとか、全部 B で塗るとかっていうのも OK になってきます。でこれをどう考えるかなんですけれども、スタンプ ABCD っていうものに対応した、なんかこうスペースがあると考えてみてください。で今カードが3つあるんですけれども、この3枚のカードをこのスタンプ A のゾーン、 B のゾーン、 C のゾーン、 D のゾーンに入れていくっていうイメージで考えてみてください。で重なっても OK なんですね。なんで例えばさっき AAC で押す場合を考えたんですけれども、それはスタンプ A のゾーンに2枚落ちてきて、 C のゾーンに1枚落ちてきたようなイメージですね。3枚全てに対して B で押すっていうパターンは、この落とし込んできた3枚が全部 B のスペースに入ってくるようなイメージです。でこういう考え方をするとですね、例えば今例として2枚が A のところに、1枚が C のところに入ってきたようなケースを考えるんですけれども、この四角3つとこの ABCD っていうスペースの間にあるこの棒ですね、この棒も含めてあげて、この6個の物体をですね、並び替えるって考えることができます。でここがちょっとよく引っかかるところなので、もう少し説明すると、この6個を並び替えてみるとですね、いろんな組み合わせがありますよね。例えばカードが来て棒が来て、棒が来てカードが来て、カードが来て棒とか、この場合ですね、この棒を並び替えてあげた後に仕切り棒だと見てあげます。そうするとこの仕切り棒っていうのが境目だったので、仕切り棒の一番左にあるここですね、ここに入っているものが A でスタンプを押すカードで、1つ目の仕切り棒と2つ目の仕切り棒の間にあるのが B でスタンプを押すカード
で、2つ目と3つ目の間が C でスタンプを押すカード。で、仕切り棒の一番右ですね、のスペースにあるものが D で押すカードっていうふうに決めることができます。ですので、A から D のスタンプを使うカードがですね、何枚あるかっていうのがここで確定するんですね。でもう一度流れを確認すると、まあ、結構ここは引っかかる方が多いんでですね、もし得意な方は飛ばしていただいていいんですけれども、教科書などでなんか H とかが出てきてですね、なんかよくわからないっていう方はこの考え方ぜひ身につけてみてください。重複組み合わせっていうのはスタンプを何回使っても OK ですよと。で、今3枚カードがあって、スタンプ A を押してほしいカードが来るゾーンっていうのがここですね。で、スタンプ B を押してほしいカードが来るゾーンがここで、 C についてはここ、 D についてはここっていう、こう窓口があるんですね。で、この窓口にカード3枚が入ってきて、どこでもストンストンって落ちてくるんですけれども、例えば一番左に2枚入ってきて、 C の窓口に1枚入ってきたとしますよね。そうすると2枚については A のスタンプ、1枚については C のスタンプを押すっていうことが確定しますよね。これカードに対して区別がないので、この2枚落ちてきたっていうところで、その2枚については区別しなくていいので、ここで確定します。で、こういう落ちてくる数が何通りあるかっていうのを考えるために、この ABCD を分けていた仕切り棒っていうのも仲間に入れてあげて、カード3枚と仕切り棒3つ、4つのスタンプに対して仕切り棒が3つですね、1つ少ないんですけれども、これを合わせた6つのものを並び替えると考えます。で、並び替えてみてですね、例えばこういう形に並び替えられたとすると、そこでもう一回これが仕切り棒だったことを思い出してですね、仕切り棒っていうのは ABCD の窓口の境目でしたよね。で、これが境目だと見てあげて、一番左にあるものが A でスタンプを押すカード。で、次が B で押すカード、C で押すカード、D で押すカードっていうふうに、A から D のスタンプを使うカードの枚数っていうのが、この並び替えから確定します。ですので、この6つを並び替えてあげると、その並び替え方っていうのが A から D のスタンプを使うカードの枚数の選び方と一致するんですね。ですので 6C3 と計算することができて20通りと求められます。これが重複組み合わせの考え方です。 H で左に右になんか数字入れて計算する方法もあるんですけれども、これこの数字を何入れたらいいかっていうのがよくわからなくなるので、個人的にはこのスペースを決めて、その窓口に何かを入れる、で、その窓口の間の仕切り棒っていうのを立ててあげて、その仕切り棒も含めた並び替えで考えてあげるっていうのが個人的には考えやすいと思いますので、ぜひ考えてみてください。では今回問題がどうなっていたかというものを確認したいと思います。で、カードが今回8枚あるんですね。で、スタンプが3種類あります。で、括弧1ではこのカードに対して1から8っていう番号が決まっているので区別できるカードなんですけれども、使わないスタンプがあっていいので押し方は何通りありますかっていう問題です。で、1枚1枚のカードに対して3つの選択肢がありますよね。スタンプ ABC、どれでも押せるので3の8乗 3×3× っていうのを全部8回かけていくと6561通りっていうのが出てきます。これはすんなりいけたかと思います。で、括弧2ですね、まあ、これもよく出る問題なんですけれども少しややこしい問題です。問題を確認すると、使わないスタンプが1つ以上あるって書いてますよね。少し分かりにくい表現ですけれども、使っていないスタンプがあるので、まあ、3つ全てを使っているわけではないんですね。ですので可能性としては使わないスタンプが1つもしくは2つあるっていう状況ですね。使わないスタンプが1つっていうのは要するに使っているのが2つもしくは1つ使っているか、まあ、必ず1つは使ってますよね。8枚にスタンプを押さないといけないので。ですので考えられるパターンがこの2つあるので、それぞれについて考えてあげます。まず1つ目ですね、先に楽な方、1つ使う場合っていうのを考えてあげます。まあ、A か C か B かのうち1つのみ使っているっていうことですね。ですのでどのスタンプを使うかっていう選び方が3通りあります。 A か B か C かですね。で、その中でスタンプが決まったらですね、例えばA のスタンプを使いますっていうのを決めたら押し方ですね。上ではこれ選んだだけなんですね。どのスタンプを使うか。で、次押すっていう作業があるので、どう押すかっていうのを考えるんですけれども、 A 一つでですね8枚全部押さないといけないので、全てが A で押されるっていう1通りしかないですね。ですのでこれが1通りの押し方と決まります。で、選び方に対して全て押し方が1通りあるので、
積の法則ですね。成り立って三角理一、掛け算してあげて3通りと求まります。2つ目ですね。使わないスタンプが1つの時、つまり3種類のスタンプのうち2つのみを使うケースというのを考えます。 ABC っていう3種類からですね、2つのみを使うので、その2つを選んでくる選び方が 3C2 で3通りあります。で、次に考えるのは、スタンプが決まったらですね、その2つのスタンプで8枚のカードをどう押すかっていうのを考えるんですけれども、これが実は2の8乗マイナス2となります。例えばですね、 AB を選んだ時、ABC から8枚のカードを押すスタンプっていうのを2つ AB と選んだ時ですね、押し方っていうのはそれぞれのカード 1,2,3,4,8 までですけれども、それぞれに対して AB2 つの選択肢がありますね。なので全体で2の8乗通りありそうなんですけれども、必ず今回2つ使わないといけないんですね。なぜかというと、場合分けが使わないスタンプが1つの時なので、必ず2つは使わないといけないので、この中でですね、実は全てが A になるケースっていうのと、全てが B になるケースっていうのが1通りずつあります。ですので、その2つを引いてあげる必要があるんですね。ここ忘れやすいので、ぜひ注意してください。ですので、2の8乗から2を引いてあげた254通りっていうのが、選んだ後にですね、押す押し方になります。ですので、先ほどと同様で掛け算してあげて、762通りと求まります。で、その2つを足してあげた765通り。っていうのが、使わないスタンプが2つ以上ある場合の押し方になります。で、まあ、もしかすると、ベン図の方がイメージを捉えやすい方もいると思うので、ベン図で整理しておくと、A を使うケースっていうのをこの円で書いています。で、同様に B を使うケースと C を使うケースっていうのがあって、ここの黄色で囲まれているところがですね、A のみを使う、もしくは B のみを使う、C のみを使うってことで、2つ使ってないケースになります。これ1番で場合分けしたパターンですね。で、このピンクで囲まれているところっていうのが、例えばここですと、A と C を使っているパターンになります。なので B だけを使っていない。で、A と C は使っているっていうパターンですね。これが254通り。で、これが3つあったんですね。で、これがピンク2番目の場合分けで考えたところで、こちらが、1つのみ使っていないっていうケースがこのピンクでした。で、括弧1の問題ではこの、全体を求めたんですけれども、括弧2ではここを抜いてあげないといけなかったんですね。ここを抜いたものが765通りとなってきました。ここを求めて、この真ん中を求めて抜いたらいいんじゃないかって思う方もいるかもしれないんですけれども、まあ、真ん中求めるのが結構難しくてですね、今回は括弧2は直接この黄色とピンクに倍分けして求める方が楽でした。もし興味がある方は直接、ぜひ計算してみていただけたらとは思います。では、丸2ですね。カードに番号がないときですね。このとき問題がどう変わるかっていうのを考えていきます。先ほどと同様にですね、スタンプ A の窓口、スタンプ B の窓口、スタンプ C の窓口っていうのを作ってあげます。で、ここに見分けがつかない8枚のカードっていうのを投げ入れてですね、どこの窓口に落ちてくるかっていうのを考えていきます。で、先ほどと考え方は同様ですね、8枚のカードを投げ入れて、例えばここに3枚入ってきて、ここに2枚入って、ここに3枚とか入ってきて、この時は3枚を A で押して、2枚を B で押して、3枚を C で押してっていうのが確定しますよね。ですので、今回は8枚のカードと、この窓口 ABC の間にある2本の仕切り棒ですね。こちらを並び替えてあげると、ABC を使った8枚のカードの塗り方というのと、並び替えてできる通りの数っていうのが等しくなります。まあ、先ほど見たみたいに、並び替えたらですね、自然と、ABC を押すカードの枚数っていうのが決まってきて、等しくなるんですね。ですので、8と2で、今回10個のものを並び替えて、この中で2本の仕切り棒が来る場所を選んであげたらいいので、10C2 ですね。計算すると45通りと求まります。では、括弧2です。括弧にどういう問題だったかというと、すべてのスタンプを使ってくださいっていう問題です。つまりどういうことかというと、最低1枚はどのスタンプも押してくださいねっていうことですね。ですので、これ発想を変えてですね、先に、さっき8枚、この窓口に投げ入れたんですけれども、先にですね、1枚ずつプレゼントしておきます。この8枚には番号がなくて区別できないので、適当に3枚持ってきてですね、それぞれの窓口に1枚ずつ先に入れておきます。そうすると、最低1枚押すことがもうここで確定しますよね。すべての窓口に1枚ずつ入っているので。
ですので残りが5枚になって、この5枚についてはどこに入っていってもいいので、カッコ1と同じように考えることができます。カッコ1というのはこの丸2のカッコ1ですね。すいません、問題だとカッコ3になってたかもしれないんですけれども、こちらと同じように ABC っていう窓口に分ければ OK です。ですので今回カードの枚数5枚で仕切り棒2本なので 7C2 で求めることができます。で21通りです。はい。で場合の数2問目扱いましたけれども、順列組み合わせですね、結構この区別がややこしかったりするので、ここの区別がついたらですね、考え方が身についていって得点源になっていきますので、この順列とか組み合わせの中でですね、重複しないもの、重複するものっていうのがあるので、今回この重複するかどうかっていう軸で分けてみたのでですね、ここも頭を整理していただいて、ぜひ新しい問題に当たった時も考えて解けるように演習を重ねていっていただけたらと思います。あと2問、場合の数扱っていきたいと思います。これまでやった内容もですね、復習として登場するので、ぜひこの動画でやった内容がですね、ご自身で最後まで解ききれるように練習してみてください。では、今日もありがとうございました。お疲れ様でした。